いやでもね、人生で言いたいんですけど、あのいつハイさんボイパーできるようになったんですか。いやちょっと気づいたらできるようになった。何系これいつ喋っていいの。あもういいの、早く言ってよ。あ、今回天の声をやれと言われたハジです。で皆さんお久しぶりです、というか初めましての方もどうもです。ハイチの弟のハジと言います。今回はですね、うちの兄貴が僕の大好きなヨカローモンさんとコラボしてきたようで、もうね羨ましくて一発殴ってやろうかと思いましたけども、あのボイパを教わってきたらしいんで、よかったら見てやってください。ちなみにヨカローモンさんまだ知らなかった方はですね、今回概要欄にあの 目立つようにあのリンク貼っとけって言っといたんで、ヨカローモンさんのチャンネル飛んでもらって、ぜひチャンネル登録してきてください。ちなみに兄貴はヨカローモンさんの方でなんか歌も歌わせてもらったらしいっす。いや本当に羨ましいですね。まあそんな感じの動画らしいんで、ちょいちょい、僕もね今回天の声で参加しますんで、よかったら最後までご視聴ください。では続きをどうぞ。ボイスパーカッション学生の時からやってたっても言えないんですけど、はい、お二人の前では言っちゃいけないんですけど、はい、やってたんですよ、はい、もうお風呂の中でやってたんですよ練習。あ本当ですか。そうですけど、あのトランペットはですね全くできないあ結構普通のボイパと種類がやっぱ違ってはくるよね。あそうなんですね。ラピュタのですねパズーのあの名シーンがあるじゃないですか、はい、シータが起きるところのシーン、はい、あれはねやりたいんですよ。なので完成までいかなくていいんで、ちょっとだけ近づけてもらっていいですか自分を。あそこまで。いやラピュタは最高ですよね。皆さんジブリはお好きですか。もう僕はジブリ大好きなんですけど、で今回はねあのラピュタの名シーンあのパズーがねこう谷でトランペットを吹くやつを、まあ、兄貴ずっとあれやりたいって昔から言ってたんで、あれを教わってきたらしいです。ちなみにこの後雄大さんが見本を見せてくれます。なんか大地さんから緊張してんなってツッコミも入れられてるんですけど、いやもうバリかっこいいんでちょっと見てください。緊張してないんじゃん。めっちゃ震えとる。はい、ちょっと見てもらっていいですか、はい、一回。はいはいはい。なんか。方向近いんですけど、うん、ちょっと余計なものが入ってて、はい、トランペットって唇の、端っこから出してるんですけど、はい、その唇で空気がその擦れる音が。っていう風になってるんですよね。で今ハイチさんの感じだと、はい、多分歯に空気がすごい当たっていて、なのでその音がちょっとどっちかというと なくした方がトランペットの音に近づくか。分からない。どういうことですか。今、はい、多分歯にそう当ててる感じなんですよ。感じだよね。はい、なるべくふーじゃなくて歯はもうちょっとなんだろう、普通にフラットというか、うん、なんかあんまり締めずに、はい、唇だけ。左右どっちかに出たした方が多分音は出やすい。あ、あでもそれだけでも、あ、でも歯もまあ。あ、これはあれですよ。ビートボクサーの中で実は歯を使うビートボクサーもいて、あ、そっちの方がやりやすい可能性が今ある。分かってないけど。同じトランペットでも一つじゃないんですよ、正解は。あ、やり方が。はい。で、今やられてるのは、はい、ちょっと特殊なトランペットのやり方で、はい、今の音が上手くなれば、はい、多分僕たちより、いい音が鳴る。え、本当に？え、今の。あ、そうです。今のなんか、なんだ。はい。ちょっとビリビリ鳴ってるのが。はい、あ、そう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 。うん。うん。めっちゃくの？うん。普通に、まあ、普通になってる。普通に。ちょっと多分力みすぎてるのがあるんで、なるべくリラックスして、で、っていうか、あ、そうです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 。おさすが早い吸収が早すぎる。あんまり何も教える方がいいかもしれない。トランペットって実際出してる声は裏声なので、ああなるほど。なので普通に裏声でふふ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 って音をここで出してるってだけです。ああなるほど。この動画を家に帰って練習して動画上げる時までに完成形をちょっと作ってもらって、はい、おいですよね。何チヤホヤされてニヤニヤしてんだって思いますね皆さん。
私はね、何回見ても苛立ちを隠せなくなりますけども、まあこの後ですね、兄貴が家に帰った後、この撮影から2日後にトランペットを頑張って練習したものをちょっとね載せますんで、辛口評価でコメント欄に書いてください。辛口でいいですからね。あの大地さんとか雄大さんにはめちゃくちゃリスペクトのコメントをしてほしいんですけど、兄貴にはもうバシバシって構わないんで、ちょっとまだないなとかね、ぜひ聞いてやってください。どうぞ。トゥ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 、昔あの本当あの王さんのなんだラグフェアのおっくんさんが、はい、昔あれなんですよ、なんか練習本みたいなの出したのって知ってます？あ、知ってます。あ、本当ですか？え、って持ってたって本当ですか？あの夜空の向こうがわかります？あれから僕たちは、そうそう、あのラグフェア、そうそうそう、まあ、あれがちょうどあって、でもちょっとあんまお金なかったんで買えなかったんですよ。でも、はい、その地域の本屋さん、図書館にあって、はい、その本が、はい、誰も買えないから俺多分2、3ヶ月ずっと借りててそれを、であれでも練習しまくって、で CD もあって、 CD あったからで、なんかボイスパーカッション8ビート、そうです、そう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 みたいな、そうなので、あの夜空の向こうでやってた音っぽいのだけできるんですよ。あー、なるほど。おーおー、普通にできるじゃないですか。これしかできないんですよ、本当にこれしかできないんですけど、ちょっとミルクティーにあのボイパ足してもらって、あの今からのレックして恐れ多い恐れ多い怒られる。そうそう、だからすげえそれがちょっと話せてよかったです。いや嬉しい。そうですね、この辺も多分使ってるかもしれないけど、ありがとうございます。すみません、無茶振りありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。